はい、おはようございます。え今日はですね、こちら、三度目になりますが、買いあおりに注意というテーマでお届けしたいと思います。えー、まずね、はじめに断っておくんですが、まあ、この買いあおりというね、まあ、結果的にそういうふうになってしまっている方、ね、そういう発信をしている方、こういった方々はね、別にあの、非難する気はありません。あのね、あくまで投資はね、自己責任なんですよね。で、その情報を収集して、 売買判断するのは結局ね、皆さん次第なんですよ。ですので、そういう発信をしてる人、はい、っていうのは、まあ、その人が、まあ、買いの、はい、えー、まあ、この後の上昇を信じてるということなんで、それをね、別にあの、否定、非難とかって言っても、チャートの右側ってわかんないからね。はい。だからまあ、それはいいんですけどね、やっぱりね、それを受けて側ですね。受けて側が、まあ、例えばね、まあ、最もらしい根拠として、よく聞くのは、ナス100のカップイズハンドルっていうね、 はい、カップ・イズ・ハンドル説でこの5上がっていきますよってこんな感じでね曲線描いてこれが大きなカップだとしますでこれが取っ手のハンドルだとしますでそうすると R を描いてこの後ねここを抜けた時に爆上げするんだよみたいなね、はい、爆上げ底打ち最高値みたいな、はい、えそういうイメージで、えー、と言われてる方いるんですけどでなんとなくキャッチーな感じじゃないですかこの,あのカップ・イズ・ハンドルってねあなるほどねって ああ、ここで、こういう R を、はいはい。だから、まあ、ここ、会話だよね、みたいな感じになるんだけど、いや、これね、あの、テクニカル専門でやってる私からしたらね、いや、もう、非常にね、こう、とんでもなく、あの、根拠に乏しい、はい。根拠に乏しい、あの、説だと思っています。はい。カップイズハンドルって言ってる人はね。はい。ですので、あの、ご注意ください。 はい。というのも、私のこれ、まあ、一意見に過ぎないんですけどね。あとは、それを聞いて皆さんがどう思うかっていうことなんですけど、まあ、やっぱテクニカルでね、見たときに、まあ、第一に今ね、週足の下落トレンド中なんだよって。はい。で、天井固めしてるんだよと。で、これ天井のネックライン割ったらどこ行くのって言ったら、普通に目処立て、私がよくやるような目処立てするとですね、これ2倍だからね、1万3000、例えば175までね、 はいセオリー通りに落ちたとします。で、そうすると、どんなあのハンドルになるのか、どんな取っ手になるのかってね、ここまでいくわけですよ。ね、ここまで落ちるわけですよ。これもまあ、カップ・イズ・ハンドルだからね、はい、確かに同じようなことなんですけど、仮にですね、現在価格、ここだとして、ここからね、13,200まで落ちたとしたら、 原数で,原指数でだから2倍レバレッジのレバランスだったら23%とか,だから1000万が23%落ちたら230万円の損失ってなりますよね。 で、まあ、ここでね、まあ、買ってしまったがために、結局、含み損230万抱えて、いや、ここで買えばね、この区間、今度230万儲かったのにな、みたいな。つまり、往復で460万円、ね、そこの投資判断ミスるだけで、みたいな話になってくるんですよね。ですので、同じハンドルでもね、全然その目処が、 はい。非常にこう、大雑把だし、カップイズハンドルって聞こえはキャッチーなんですけど、いや、あの、すごくやっぱ根拠乏しいし、テクニカルがね、やっぱりよくわかってない方が、寝動きよくわかってない方が、安易に言ってしまうんですよね。で、そういったのも含めてやっぱ買いあおりっていう形に、別に悪意があるわけじゃないと思うんですけどね。結果的に買いあおられて、まあ買ったはいいけど損失超えたと。損超えたという形になってしまうんで。で特にですね、タチが悪いのは、 ロスカット指定のない海水省ね、トレーダー目線として、ここで買うのはいいけど、エントリーしたら、もしね、ここ終わった時に、ロスカットしてくださいね、とかね。うんで、まあ、相場のね、行方がちょっと逆行して、例えばさ、NVIDIA なんか、まあ、昨日私が言った通り、このダイヤモンドフォーメーション下抜けでね、ね、あの、落ちて、はい。えー、私がね、昨日朝、アップした動画の、ほぼ、まあ、そんなイメージで今、推移してるんですよ。 下落しているという形ですね。現在価格はアフターで419ドルですね。ですので、このあたりの上昇を見て買った人たち結構多いんじゃないかな。 で、その背景にはですね、NVIDIA この後を爆上げしていきますよって、理由はこれこれこういうファンだのね、とかまあ決算でもよかったしとか、将来性であったりとか、AI のね、まあ未来であったりとか、まあそういったものに夢を見て、ああ、もうこれ上がるに決まってるってことで安易に買いを入れてしまうと。ただやっぱりね、まあテクニカル目線としては、私ね、結構7月ぐらいから言ってたけど、トリブル、 トリプルダイバージェンスが出てるとかね、天井のサインですね。いろんな観点で、あとまあダウリドンであったりとかね、いろんな観点でやっぱり、 小難しい話ってなかなかキャッチーじゃないからみんなね、ふーんって感じでスルーされてしまうんですけど。で、対して、キャッチーな話っていうのはね、ああ、なるほど、カップイズハンドルでここで買ったら儲かるんだね、みたいな感じで飛びついてしまう。反応していいねがいっぱいこう集まってしまいがちなんだけど、で、えー、っと、そういった発信されてる方は、まあ確かにね、まあこの後の上目線ということで、上を信じることは別にあの悪いことじゃないです。問題はやっぱり投資は自己責任なんで、それをまあ受けた側ですね。 受けた側に、やっぱりね、あの、安易に、まあ、テクニカル目線の私からすると、いや、これ今ね、週足の普通に下落トレンド中だからと。ここで普通にね、まあ、大量の買いを入れるってめちゃくちゃ危険なんだよっていうことですね。はい。ひとたびね、ここのネックライン割ってしまうとね、1万3000中盤とか、はい。まあ、下手したらあの前半とかね。まずは落ちて、その後どうなるって形になってしまう。 ひょっとしたらね、月足の下落トレンドに発展するかもしれないということなんで、ですのでね、やっぱりね、全然今変えるようなところじゃないんですよね。安易に変えるようなもんじゃない。はい、短期でね、このちょっとしたリバーを取っていくとかっていうんだったらわかるんですけど、大多数の人たちはね、やっぱりね、一度買ったらなかなか、はい、逆上させてしまったらね、なかなかロスカットとか、また解約するってあんまり一般的じゃないじゃないですか。 で、大多数の人たちはやっぱりそういった方々、長期で持つっていう方々が多いんで、なので私はね、この買いあおりに注意してくださいって言ってるのはそういうことですね。はい、買ってください、買ってくださいっていう、はい、方がいる、ね、大勢いる一方で、やっぱりね、今こういう根拠で、テクニカル的な根拠で危険なんだよっていうこと。こういう意見も当然やっぱなくちゃいけないと、いうことで、私的にはテクニカル的に見て、いや、これ非常に今ね、 まだまだ瀬戸際ではあるんですけどね、でも NVIDIA とかもこうやって落ちてきてるし、はい、であったりとか、テスラもね、まああと、昨夜ですね、決算発表を受けて、決算悪い結果だったんだけど、なぜか上がってで、ガイダンス受けてこうやって下落、結局下落していくみたいなね、そういうちょっとこうアップダウンみたいなのがあって。 で、ナスダック100もですね、まあ、アフターでちょっと上がったんだけど、また落ちてきたっていう形ですね。非常にね、やっぱりね、ちょっと上がってもすぐ売り叩かれる、えー、危険な相場だと思っています。ですので、割安感で、ああ、下がったし、ここで買ったら儲かるよね、みたいな。そんな感覚でいると、で特にね、その後押しするような、ね、これこれこういう根拠で、ほら、ね、わかりやすいでしょってね、カップイズハンドルで、ここ買いなんですってやったら、なんとなく響きがいいじゃないですか。ね。で、買ってしまうと。 で、えー、後から損してしまうというのが、この2021年2年でもあったんですよね。はい、ここで買いです。ここで買いです。ここで買いですって。何言ってんのってガチホでしょってここで買いですみたいな感じで。買い下がりで、えー、ここら辺の底のところで資金尽きてしまうみたいな。はい。そういう難品地獄。 のパターンみたいなのがあったんで。で、まあそういうね、大きな下落が来るかどうかはさておきですね。まあとにかくテクニカルやってる私からしたら、あの、こういうところで、あの、長期の買いを入れるっていうのは、非常にやっぱり、まだまだ全然見極めなくちゃいけないと。動向を見極めなくちゃいけないっていう、はい。そういうところなんですよね。ですので、恐怖のさなかね、 はい。みんなが、あの、怖くて買えないときに、あの、買うんだよ、みたいな。そういうなんか根性論じゃないけど、テクニカルと関係ないよね。そういうところで、あの、ついつい乗せられて買ってしまうみたいな。そんなノリで、あの、皆さんの大、あの、大切な資金ね。大切な資金を、あの、 まあ長期的には上がると思うんですけどただレバレッジなんかかかってるとね低減とかあるし3倍の何だったっけ T999 でしたっけああいうのもやっぱ減価しますよねもしえっと下落してそこそこそこ,こうジグザグとレンジを形成したらねうん。 だから、後からめちゃくちゃ後悔することになると思うんですよ。ですので、あの、私の意見は私の意見として。で、い推奨されてる方の意見は、はい、それは一つとして。で、どっちを取るっていうのは皆さん次第なんでね。はい、私的には危険だと思います。もう一段下げってあった時に、こんだけ数ヶ月ね、高値圏でレンジ形成して、 ね、天井固めをしてるわけですね、ある意味。天井固めをして、一したって決めた時に結構大きく下げると思ってます。はい。まあ、テクニカルちょっとかじってる方は、ここ終わったら結構下がるだろうなってわかるよね。わかるよね。それを言いたいんですよ。これレバーかかってるとやばいよっていうね。はい。だから安易にカップイズハンドルとかって言えないよっていう話で。はい。えーいう話ですね。で、実際に NVIDIA もこうやって下がってきてるし、ね。 でまあ、いるかどうか実,実際にいるかどうか分かんないけどこういったところでね買いなんです買いなんですってねそういった方もまあ日本海外含めてね、まあ、やっぱりこう相場が上昇してる時にね買い出すよっていうふうに言って。 しててまいいたくなるっていう、はいまあ、そういった人たちの気持ちはよくわかります。ただ、まあ、そういった人たちがね、テクニカルに精通しているのかどうかって言ったら、またこれ別の話なんでね。はい、別の話なんで、やっぱりあのテクニカルが絶対ではありませんが、まあ、ここ最近私、相場の値、ね、動き、まあ、なんとなく当たってますよね。昨夜もほら、ナスダックもね、しなんかで見ると、これ今、週足ですけどね、しで見ると、このヒゲ先、前々日のこのヒゲ先を割り込みましたよね。 はい、であったりとか、NVIDIA だってね、このダイヤモンドフォーメーション、ここ下抜けたから、ね、ここ、はい、下離れしたから、続落で大きく、今後下がっていくでしょうって。これ、どこまで NVIDIA 下がるのっていう話なんですけど、これね、三尊天井みたいな形でね、ネックライン割れてきたら、普通に考えたらね、ここの安値からこの高値まで倍するんですよ。そしたらね、303ぐらいまで下がっても、何ら不思議じゃないですね。はい、はっきり言って。 まあ一気には下がらないと思うんだけどで、そうするとね、きれいに窓埋まった形になりますよね。これ見てください。ちょっと違和感感じると思うんだけど、ここだけ抜けてるでしょ。ここ全くあの出来高ないんですよ。ここの価格帯ってね。はい。だから普通にね、ここの天井固めで落ちてったら、ストーンって落ちてったらね、ここのスカスカのゾーンにね、落ちていくっていう。で、そうしたらさ、現在価格からどんだけ損するのって話。こういうのってやっぱリスクとして厳然とやっぱり、 はい、無視できない27。27%ですよ。レバーかかってたら、えらいことになりますよね。なので、私ね、警鐘一生懸命鳴らしてるのは、そういうことなんですよね。テクニカル目線として、やばいんですよね、はい。崖っぷちどころか、もう崖を飛び降りたような感覚ですね。昨夜もちょっと、あの昨日も申し上げましたけど。なので、ね、しつこいかもしんないけど、ね、あの海水症の方々の意見も、まあ、それはそれでしょう、はい。だけどね、私みたいにこうやってね、テクニカル観点でやばいですよって。 いう意見もですね、やっぱりあの参考としてね、受け止めていただき。私はあくまで、えー、売買推奨は今していません。はい。えー、週足も下落トレンドですし、普通の人はあの、ショート晴れなんて全然思ってないんでね、CFD も非推奨ですし、はい、レバレッジ商品も非推奨です。はい、こういう試合で株を買うなっていうのが、私は、あの、皆さんに、まあ、私のこれはあの、一意見です。はい、買いですなんて、 あの恐れ多くて言えないです。怖くて言えないですね。はい、ですので、まあ、今はあのシンプルにキャッシュポジション、現金をなるべくね、はいえー、現金のポジションを、まあ、なるべく待機して、はい、待っておくということが、まあ、一番ベストじゃないかなというふうに思います。はい、私は私でもうあのちゃんと分かってるから、ね、入り口とか出口とか分かってるからあの短期でトレードやってますけどね。 はい、だけど、まあ、そういう感覚でこのよっちゃんという人がね、まあ、こういう下げ相場を見て儲けてるとあのじゃあ自分もちょっとやってみようかなみたいな感覚でやると変な踏み上げくらってねやけどするんでね、うん、だから、ね、全然おすすめできないんですよ。はい、ですので、まあ、そういうのもあってね買いやおりに注意してくださいと再三にわたってね言ってるのは、はい、あのそういう発信されてる方はもう純粋にあのみんなにねあの 儲けてもらいたいという気持ち。これ分かるんですよ。だけど、その善意はすっごい分かるんだけど、でもね、2021年2年も同じことがあったんですよね。そういった方々は善意で目を輝かせて、この上,上がりますよって。なんでこんなところでね、損切りしてるんですかって。ね、同倍売りしてるんですかって。いう感じでね、こう下がってきたから。で、3倍レバーだとね、シャレにならんからね。だからそれをね、ちょっと、はい。あのー、まあ、繰り返してほしくないなと。 はいまあ、少なくとも私のチャンネルをご覧の方はね、はい、そのように思っていますので、えー、情報を発信させていただきました。はいえー、引き続きね、ナスダック100年、ね、今ちょっとこう、はい、下がりつつありますが、まあえー、時間外含めてね、まあ、今後どうなっていくのかっていうのをまた見ていきたいと思いますので、よろしければね、チャンネル登録と高評価ボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします、えー。本日は以上です。ありがとうございました。